さあやっていきましょう。シェンムー実況パート31ということですね。どうもアザラシです。久しぶりです。ずいぶん久しぶりにシェンムーをやっています。下手したらあれ何なんだこれ、どういう状況。寝たいよ。下手したら1ヶ月近くは時間が空いている。前回のパートから。ただまあパート30を見直してね。予習だけはしてるよ。昼だね。あ、なんで昼の1時にもうベッドにいるんだと今思ってしまった。2時か。どういうパートなんでしょう、これは。あ、音の調子がちょっとあれかも。ボリュームをちょっと大きいか。まあまあまあ、これは動画撮った後じゃないとわからんからな。とにもかくにも明日連絡来るからそれまで暇なのか。暇ってのは寝て時間スキップできんかったっけ。それできた気がすると、なんかこの、これ見ると、ヘルプ。正確な時を刻むタイメックスの腕時計です。そう。時間進められるかと思ったけど、そんなことはなかった。福さん、りょうさん、あの花って、原崎が親父のために持ってきてくれたんだ。そうだったんすか。ちょっと音が遠いね、やっぱり。優しい人っすね。ああ。俺、言わなくちゃいけないっすね。そうだな。そしてまたなんか設定は変わってないか。なんか時々設定は変わっちゃう。戻っちゃう。レジュームって何？シェンムーモードじゃなくて、ゲームモード。ゲームモードにしないと。俺、言わなくちゃいけないっすね。レジュームってそういうこと。じゃあ電話でちょっと。さん、りょうさん、いい人っすね。原崎さんと。そうだな。いや、ちょっと原崎の話をしてこうダベりたいわけじゃないんだよ。福さん、トレーニングの一つでも積んでくれ。原崎さんって優しい人っすね。ああ。原崎ベタ褒め。そういうあれじゃなくてだな。もしかしてこれあれか。勢いこのまま原崎のところまで行けばいいんじゃないか。走って行って電話ではなく、まあでも一応電話を試してみるか。電話を試して、そして勢い、あ、でも電話だったらわざわざ家からかけんでもいいか。家からかけんでも途中の公衆電話でかけれたような気もするぞ。やっぱちょっと BGM が小さい気がするな。俺めもこの辺のテーブルに転がっているはず。あった。ちょっと待ってくれ。どこだ。0468。原崎の番号だけメモっている。黒電話。0468。黒電話。今は携帯があるからこんな風に番号覚えなくていいっちゅうのは楽だよな。5508。でも逆に言うと携帯がないと連絡が取れないとも言えるよな、その人と。番号覚えてないから。公衆電話とかなんかこの携帯紛失したときにさ、人と連絡取ろうと思ったときに連絡取りたくなっちゃうな。電話番号は分からないと。分からないと、まあそういうときはあんまないんだろう。常に携帯なく。ばあさんの方でした。もしもし、葉月ですが。原崎は。
原崎、あの原崎おかしいだろ、葉月ですが原崎さんとかして、原崎、あ、いや、のぞみさんならとか言った方がいいんじゃない。いえ、結構です。あれ、スキップできない。ええ、失礼しました。普通の電話の応答ですね。すごく普通の電話の音。でも連絡す、あ、違うな、そんなじゃないよ。あ、でもなんだろうな、そんな用事があるってことじゃないっていう風な感じだからといって、でも話したいといえば話したいか。まあこの葉月亮において花咲と話したいと思っているかどうかは分からんが、もう12月20日ですってよ。12月20日は中本鈴鹿の誕生日ですね。なんでか覚えてる、なんでか覚えてる。12月20日は中本鈴鹿の誕生日。中本鈴鹿といえばベビーメタルの歌ってる人だけど、ヒロインじゃねえや、メインボーカルの人ですけどね、真ん中にね。昔カレンガールズっていうのをやってた時に、そのベビーメタルの前身というかね、中本鈴鹿がをその時注目していた。すごく踊りのキレが良かったから、こいつは伸びるなって思って注目してた。広島出身だったしな。だけどその後ベビーメタルとかいう、まあベビーメタ、ヘビーメタのね、あれで一世を風靡するに至るという、ね、目をつけたところは良かったけど、なんか違うなって。目をつけてその人が大成、中本鈴鹿が大成したところまでは俺のケイガンすげえって思ったけどなんか方向違うなっていうな。踊りすげえ可愛いみたいだったのになんかちょっと違うな。しかもなんか、まあ、いかつくなっちゃって。成長はしたけれども、この成長の仕方じゃないよみたいな。モンスターファームで言えばピクシーを賢さ上げてたんだけど、なんかいつの間にかゴリゴリの耐久マッチョみたいになってたみたいな。耐久マッチョとかじゃないか、ここの育ち方じゃないなみたいな。謎の短期。原崎いた。花ありがとうな。原崎。葉月くん、私でよければいつでも相談して。わかった。花の話はもうこっちから聞いたぜ。葉月くん、連絡して。できるだけ協力するから。わかった。釣れないね。釣れないねとか、もうやることなくなっちゃった。やることなくなっちゃったよ。どうしよう。街歩いててもな。なんかイベントに遭遇するような気もしないし。トム、いや、やトム、はい、相変わらず元気、 very fine ね。いや、また今度するよ。釣れないね。あれ、誰こいつ、見たことね。ガキンチョ集団ね。いや、おっ兄ちゃん、一緒に遊ん、ごめん、知らねえ。そこの女の子は、いや、あれお兄、うん、いや、あ、お兄ちゃん子供の顔じゃない、うるせえ、子供の顔じゃない。やることないなぁ。おお、危ない危ない危ない。何これ、新聞、夕刊かな、新聞かな。ちょっと、いや、そっちじゃねえ、プロレスごっこしようよ。うるせえ、ま、うるせえ、黙れ。サッカーしようだ、プロレスごっこしようだ。なんかなんか、誰がこれ知ってる人かな。ごめんなさいね、生らいかち、ごめんなさい。はぁ、忙しそうですね。どうかしたんですか。お、え、あ、りょうくん、お、なんだ、何かあったんですか。顔色が悪いみたいだ。ううん、別に。そうですか、どうも。あ、りょうくん、最近栗田さんと会った。栗田さん、栗田さんがどうかしたんですか。お、うん、なんだこれ。なんでもない。そうですか。ちょっと気になるだけ、気にならすだけ、気にならして、それだけ。店長、はずき、それだけ。おいおい、話がもうできない。栗田さんがどうのこうのっていう話しか、うわ、消化不良ですね、消化不良ですね。
栗田さんのとこ行ってみるか。栗田さんはミリタリー栗田だよ。ミリタリーショップの栗田さんですよね。あれ、いない。あ、いた。別にいるじゃん。栗田さん。栗田さん。ああ、なんだか。悪いけど今、人と話す気分。何があった。ゆり子ちゃんと別れたこと、俺のわがままで、辛い思い出しませたから。あんた、女は可愛がってやれよ。俺に言われたくねえか。いや、なあ、しばらくここの店番する気ねえか。どっか遠くで自分を見つめ直してみる。いや、俺はちょっと、そっか。そりゃそうだよ。なんだこいつ。なんだこいつ。めさめさ近いところに住んでんだからさ、そんなになんか逃げ切らねえなんて行けよ、こっち、そっちからこっちにさ、ほんの数百メートルじゃん。店番しといてくれねえか。俺一人に水分、そんなこと言ってる間にはこっちに来いよ。何かあったんですか。ううん、そうですか。よく最近栗田さんが、うん、話進展しねえ。二人の中を取り持つキューピッドになれるのかと思ったけど、そんなこともなかった。ただ話を聞いているだけ。まあそれだけでも、そんな話をしましたよみたいなことを、顔色悪かったですよみたいなことを言えばいい。でもそうか、この栗田って野郎が勝手にこう自分勝手に振ったっちゅうことが、振ったのになおかつ後悔してると。その後悔は多分3日後には忘れてる。さあもう街をも歩き通したぞ。歩き倒したぞ。アジッチでなんかラーメンでも食えたらいいのにな。そんなわけでもいかんしな。人がいない。バイク屋のじいさんに話しかけてみるか。おやじさん。おやじさん。寮か。なんか面白い話。悪い。今日中に納車なんて。手が空いたら。わかりました。空いてなさそう。この人たち話してもな。なんだガキめ。聞きたい。うるせえ。そうか。じゃあな。スロットハウスでスロットってできるのかな、もしかして。今まで入ったことなかったけど、今まで入ってことなかったけど、スロットハウスでスロットできるのかな。お？お？すいません。いや、どうも。どうも。何かご用ですか。どうもくん。話がそれ以上続かねえ。一ベッド台って書いてある。お？チェック。お？正面から見よう。台の方見ちゃったよ。まあまあ可愛いから。いらっしゃいませ。ここのスロットマシンはどれも面白いですよ。そんなでもないか。あなたも運を試してはいかがですか。何を読んでるんだこの人は。また今度にします。しかもまた今度にしますって、ちょっと試してみればいいのに。10ベッド、1ベッド、5ベッド、20ベッド、5ベッド、20ベッド台、すごい。100円で20枚か。遊ぶ。遊んでみるか。いくら使おうか。あっ、スクリーンセーバー勝手に。なんでこんな金持ってんだ俺。1000円ぐらい使ってみるか。でか。チャリンチャリンチャリン。1、2、3、4、5。スタート。こういうのって当たるのかな。あった、スロットとかの当たった。お、増えた。増えてもない。よく分かってない。クレジットが100で、
増えてはないんだよな。多分このクレジットってやつが何ぼかより上にならんと。何ぼかより上っていうか、その最初に入れた投資額よりも増えないと意味がないわな。すっからかになるまでやろうとしてるけど、来い、来たー、来たのか。いつまでこれ続けたら幸せになれるのかな。いろいろ見えるぞ。ガコンってやらないのかな、右のやつ。なんか増えたり減ったりしてる。大きく当たったりしたいかな。楽しいのかな、スロットって。お金当たる、お金が増えたりするのかな。実体あんまりパチスロとかに興味ないから、興味ないというかしないからさ。こういうの続けてて勝てると思うのかな。勝てんでしょうっていう、頭の中にこう勝てんでしょうっていう部分がすごく大きくなって、勝てんでしょうと思ってしまうわ。お当たった、当たったんじゃないか今、バーが。ここまでにしとくか。続けない続けない。少しやるか。ここまでにしとくか。やめる。で監禁し、監禁したい。どうやったら監禁できるんですかね。すいません。いや、どうもどうも。何かご用ですか。いや、用もクソも。余ったコインはカウンターでお預かりしています。そう、うん、ちょっとルールを教えてくれないか。あの、聞きたいことがあるんですが。今面白いところなんだ。話しかけるなよ。目がいってる。並んだ並んだ並んだ。頭おかしい。今日はついてるぜ。そうそう、すいません。いや、どう、何か。このスロットで手に入れたあれは何かに使えるんですか。すいません。聞きたいこと。今いいところなんだ。話しかける。やった。俺はうるせえ。うるせえ。この台は1ベッドだったな。これで遊んでみるか。あ、クレジット1160とかあるわ。うまい。死ぬほど遊べるぞ。なんか今一瞬惜しかったな。いい横まではできるけど、いい横、いいヨができねえわ。あ、これでガシャンもできる。だからなんやねん。いいヨで、これ右にもう一回押すとこっちを持ってガシャンガシャン。もうええわ。そろそろやめるか。何が面白いのかよくわからない。じゃあ帰ります。ちょっとお客さん。はい。何ですか。何ですか。余ったコインはこちらでお預かりしますよ。じゃあお願いします。セーガーって書いてある。ありがとうございました。1000円がコインになっただけじゃねえか。1000円がコインになっただけじゃないか。なんかそのコインで何かさせてくれるとかあればまだしも、あればまだしも、うーんとしか言いようがないですね。帰りましょう。お家に帰ろう。いや、バー横須賀に入ったら何か情報が得られる。まあ、
気になったのやっとくか。一応バー横須賀に入ってみるか。こんな時間になったし。ガチャリ。こんばんは。お、もう20分だ。いつの間にやら。もう家に帰ってお休みするところまでというパートにしましょう。久しぶりに動画を撮ったけどやることが特にないという、街ブラブラしてるだけ。俺に用かい？いえ。なんだよもう。帰っていいですか？あの、大丈夫大丈夫、うるせえよ。あら、りょうちゃん。あら、話しかけてなかった。勝手に話しかけてきた。あけみさん、あの、いい加減帰んなさ、ゆめさんが心配。はいはい、帰る帰る。もう6時だもの。まだ6時だっつうの。でもこの日の暮れ方がリアルだよね、割とね。もう6時ぐらいっつったら、12月も長後の6時ぐらいっつったら、もうこんなに暗いっちゅうことを教えてくれてるんですね。もっと暗いような気もするけどな、6時、うん、特にこれ関東の方だろ、もっと暗いでしょ。まあイメージで語ってるね。春先いるか、水先に。春先チェック。チェックをするだけしか俺にはできない。さあ、まだデージョボイスさん、その2位が今街をかっ歩してたな。サンタクロース、サンタクロースなんかヒットくれるか。すいません。メリークリスマス。あ、お兄さん、中華料理の味一で特別クリスマス限定で。いえ、行ってみたい感もある。いや、行ってみるか。時間が惜しいが行ってみるか。あ、本当にアズイチで特別メニューやってるのかっていう。このサンタクロースが嘘つきかどうかっていうことがこれでわかる。あ、あれめぐみちゃんじゃね？何やってんのこのところで。おい、めぐみちゃん。遊ばねえよ。めぐみちゃん。あ、お兄ちゃん。うるせえ。ああ。遊ぼう遊ぼう言ってくる子供は何なんだ。遊んだら事案じゃないのか。罠かトラップか。このドリーキャストはギャーギーギーギャーギャーって言ってるの聞こえてんのかな。入ってんのかなマイクに。ギーギーギャーギャー言うてはないけど。ガガガガガ言ってる。とおじさん。はい。最近忙しいですか。あー、ちょっとだけ。何？いえ、ちょっと。サービス。いえ。待ってるある。とおじさん。何ある、何か食べるわ。ラーメン食べてくよろしい。いえ、またわかった。なんかここまでして、ここまでこうなんかこう言ってくれてんのに何も食わないのがちょっと申し訳ない。逆にな、一回くらい食ってきゃいいのにな。食うっていう機能はなんでつけなかったんだろうな。その何の特典もなくてもいいよ別に。 食わなかったら死ぬとかそういうシステムなくていいからさ、ただ食うっていうの欲しかったよな、ゲームとして。全部その食っていきなさいよさ、食っていったらいいんじゃないのっていうのを全てそのいやとかまた今度とかで7時、一回ぐらいなんか食べたかったね、ラジチのラーメン。正直あの豚骨ラーメンとかってさ、あれもう中華ラーメンの類じゃないよなきっとな。中華ではないよなきっとな、豚骨ラーメンってのは。寒いだろうやっぱり。こう見てやっぱ寒そうに見えるもん、原崎。足元が主に。足元が寒そうに見えるもん。まあいいや。中華と豚骨ラーメンとかはさ、全然その中華ラーメン感はないよな。それでそんなに俺好きじゃないんだよな、ね、やっぱな。中華ラーメンが好きなんだと思うな、醤油ベースのさ、うん、本当に美味しい中華ラーメンっていうのはどこに行ったら食べられるんだろうね。まあ、中華料理屋とかの、でも中華料理屋の中華ラーメン別にそんなに。のぞみちゃん、あなた帰るの遅いよ、もっと早く帰ろう、お家に。危険だっての。本当にその美味しい中華ラーメンってのはどこで食べられるんだろうな。そのラーメンのなんかブックとか本とか見たらさ、大体この豚骨ラーメンとか入り込んできちゃって、豚骨ラーメンとか大体上位に行くんだけどさ、なんか前も岡山のラーメントップ3みたいなのテレビ番組やってたけどさ、なんかやっぱトップはあっさり味の豚骨ラーメンとかだったら気がするよ。あのガチャガチャ両方が立派。もうガチャガチャ両方。ガチャガチャ両方。
そんなにガチャが好きだったんですか。ガチャしてもいいんだけどな。あ、豚骨ラーメン一つにしてもだ、一つにしてもだ。豚骨ラーメンのあっさりってんだったらもうそのラーメン醤油ラーメンでいいんじゃないのって気がするし、醤油ラーメンの本当に美味しい醤油ラーメンってどこに行ったら食えるのかなっていうね。まあでも尾道ラーメン美味しいよな。尾道ラーメンは醤油ラーメンの流れを汲んでる気がする。誰だあんた、誰だあんた。神社はてなの境内で落書きをしてる。一緒に遊ん、ごめん、あと神社っていうのかな、稲荷って。稲荷も神社の仲間なのか、そこが分からん。猫出てなかった、出てるわ。目合わさんとこ、猫に餌を、ね、だったら餌をやってしまう。中村おい、出てこい中村。コンコン。あ、またいつの間にスクリーンセーバーを設定したんだろう俺。帰ろ、今日はもうここまでです。25分経ててかけて何もない回っていうのも、まあ、それもまたシェンムーですね。どうなんのかな、これアニメとかだったらさ、ほんとあのクソ回だよな。25、6分かけて、下手したら30分かけて、何も特に何もない街歩いて帰ってくるっていう、強くなってもないダメージを負うわけでもない、まあ、現実はそんなもんだな。アルビジュに全てがこう成長物語と行くわけではないという、ただむやみに時間が過ぎ去っていく、その時間も時間すらもスキップなどすることはできないね。それが現実、それがシェンムー。はあ、よくできている反面苦痛を少し感じるときもあるな。まだ寝られんというのか。ベッドに立ちゃ寝られるんじゃないか、さすがに。7時はまだ寝るには早すぎるとシェンムーは言っている。福さん、福さん、ちょっと雑談しよう。福さん雑談しよう。なんかもうエッチなエロ本の話とかそういう話で雑談。あの花って親父、そうだった、その話前も聞いた。そうだな、そしてお礼をしようとしたがやはり気づいてなかった。8時になったら寝られるかな。こたつの中入ってテレビを見とこう。ガラガラガラ。イネさん、リョウさん、なるべく早く早く帰っとるやんか。もう分かった、8時にもう寝るっちゅうとんじゃ。はい、8時もう寝るっちゅうとんじゃ。こっちはガラガラガラ。開けたら開けっぱなし、基本的に開けたら開けっぱなし。閉めるシステムが搭載されてないな、閉めれない。ここは確認したっけ、ここ。お、電池、単一電池。確認してなかった、気づいてよかったと言っていいのかな。たかだが単一電池のためだけに。なんもねえな、閉める、開ける、なんもねえな、閉める。はあ、いいでしょう、もうそろそろ寝てもいいでしょう。過ぎ去った。ほい、やっと寝られた、よかった。ほい、じゃあここまでパート20、30、31でした。時間がね30分近くなっちゃいましたけどもね、今うまい切るタイミングが見つからなかった。パート30でした。ほなまた。